はい、カツチャンネルです。本日は漫画ネイチャー呪文について語りたいと思います。よろしくお願いいたします。こちらはダチョウ倶楽部寺門ジモンさんが主人公の肉料理やクワガタ鳥などを題材とした物語となっております。これはネイチャー呪文ファンも納得させる良書であり、肉の教科書でもある。私はすっかりジモンさんのファンになっており、 YouTube チャンネル寺門ジモンのウザチャンネルも欠かさず見ています。もちろん常に高評価をポチッとしている。ネイチャートークライブも時間があればぜひ行ってみたい。以上、ネイチャー呪文でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。